山田です。はい、秋葉原日本帰ってきましたね。ラティオスレイングですね。はい、何を隠そう、私まだラティオス色違いゲットできておりません。ちょうど実装の初日ですよねに僕向こうに行く便だったんですよ、シンガポールにね、ということで、向こう着いた初日はやっぱりレイド全然できず、レイドやっぱりねこなせる回数少なかったですね。さらに言うと戦闘差とあそこはですねジムないの。結構広い島なんだけどマジでジムがなくて、残念ながらねほとんどやって向こうで多分3回4回ぐらいしかやってないんじゃないかなという状況なんで、ヒヤッとしておりますラティオス。さあ開けてみましょう、色違いかどうか。よいしょっと、それからです。まあそんなもんですよね。オッケー、とりあえずこのラティオスがさらに色違いだとね、僕はですねミミロルに集中できるんですよ。ミミロル出したい。ミミロルまだちょっとね出てない。そこまで出せればね今回のこの期間中ですよね、今ちょうど入手しなきゃいけないやつらっていうのがある程度こう一段落するんですけどね、ちょっと怖いですよね。さあこのラティオスどうだ、 CP ちょっと見忘れた。さあ色違いか否か、どうだ、こっ、来ねえな、なかなか来ねえな、やっぱな色違いな。はい、レイド移動中ちょっと話していきましょう。色違いのラプラスが、シンガポールの方で先行実装を、したっていうお話ね、させていただいて、動画の中でも紹介してるんですけども、これがですね今日本国内でもゲットできるようになったとの報告がございます。ただラプラスそもそも野生での出現めちゃめちゃ少ないですよね。ということでね、ラプラスのタスクが、今あるみたいですね。今日からどうやら開放になって、ジムを5回やるっていうタスクをこなすとですねラプラスが出てきて、でさらにこのラプラスが、一定の確率で色違いであるというような報告ございます。ということで日本産ラプラス、色違いラプラス、これ、ゲットできている方の報告ツイッターで僕発見いたしました。これ色違いが、タスクから入手できれば、普通に個体値いい状態、高い状態のラプラスが基本的に固定でございますので、これ美味しいんですよめっちゃね。すごい、もう秋葉の駅前ラティオス、すごいです、200人ぐらいの人だかりになってますね。そうだ、今日ですね、今日じゃないんですけど、この動画撮ってる前日かなの段階でですね、また新しい発表来てまして、色違いメルトは再復刻、するということで、ございます。期間の方ね、ちょっとこの下の方にペレッと出していくんですけども、ちょうど前回僕もね、取れなかったんですよ、色違いメルタンね。なんで、できれば今回欲しいななんて思っている山なんですが、2133低いですね、残念ですね。はい、よいしょ、カラーをチェックしていきますよ。お前の色のライト、ブルーですね、残念ですね。はい、じゃあなんですけど、すぐそばのね、今5分前に割れた方の、ラティオス、ちょっとこっち行ってみましょう。多分まだまだ人いてくれると思うんでね。ありがとう、そうか、色をチェックしていきましょう。ブルーなのかグリーンなのか。グリーン出た、やった、おお、ナイス、やった。秋葉でやつ、視聴者さんがね結構見てくださってる方々が周りの中今いる状態で、黙ってやつはですね出ちゃったね、出ましたね。あーよかった。で、俺ミスった、金釣り使ってんじゃん。違うよ、パイルでいいんだよ、色違いは入るんだから。もう慌てすぎ、すぐ金髄使う、やばいってなるとすぐ金髄使っちゃうからね。一緒ぞ、はい、オッケーオッケー、当たった、はい、やべ、やった、当たったよ。はい、1回目、はい、2回目、はい、3回目、よし、オッケー、入った、よかった。はい、ということで色違いラティオース、やっと1匹目ですがゲットできました。ゲットさせー、あー、よかった、お騒がせしました。あ、そう、あー、申し訳ない、すみません、すみません。はい、はい、ということで、今日、昨日までシンガポールいて、今日帰ってきて寝て出て、ラティオス、もしくはミミロールどっち欲しいなと思っていたら、ラティオスなんとかゲットできたんで、一旦ちょっと動画自体ちょっと締めましょうかね。はい、ということで、日本産ラティオス色違いゲットできてよかったです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。